皆さんおはようございます、今日は土曜日の朝8時です。まあ、ちょっと遅いかな。前はね、本当早く来て頑張ってましたよ。まあ、今日車で来ちゃったので、10分ぐらいやったら帰ろうかなと思います。まあ、車の数はそうですね、まあ、やっぱり元城町としては平日に比べるとかなり少ないですね。車止まってる台数が少ないし、まあ、それが良かったのかなと思いますが、まあ、朝の方が気持ちいいですね。はい、ただもう8時過ぎるともう日が高くなっちゃうので、今直射日光で結構暑いんですよ。まあ、7時ぐらいに聞いた方がもうちょっと涼しく、車の数の方が少ないかもしれませんけどね、やってみたいな。まあ、明日ね、歩けるといいですけどね。ここまで結構ありますよ。さあ、それじゃあやりましょうか。今日は、まあ、経済の指数は動いてなかったので、ただ朝見た時は、まあ、昨日の時点でね、全部マイナス。日経平均、ダウジョーンズ、S&P はマイナス。 S&P が一番大きくてマイナス 1.3 ぐらいかな、 1.5 ぐらいかな。オーバースリーっていうね、なんていうのかな、ティファニーブルーみたいな色の自転車があって、まあ、高いのは買えないので、一番まあ安めのランクのものを、今予約しているんですが、まあ、多分11月ぐらいに来るということで、その自転車を使って、選挙活動をやってみようかなと、思います。まあ、ビアンキなんでかなり目立つ色ですからね、はい、いいんじゃないのかなと思います。ということで、ビアンキカラーで、頑張りましょうか。レッツドゥディス。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。今日も無所属で落選中で、政治活動を続けています。まあ、元城町の方にこの時間に来るのは、ね、最善策をこう考えていきたいかなとは思います。まあ、日本人の、ね、生活水準を良くするのが政治家の仕事だと思いますし、方向性を示していかないと、ね、いけないのかなとは思います。まあ、地方議員の場合は条例の範囲内でしか、ね、行動ができないということですが、まあ、条例の範囲内でリストを尽くして、少しでも、ね、こう幸福感を得られるような、もうちょっとチャレンジしやすいような地方都市を目指していきたいかなと思います。あとは浜松とか静岡もそうですが、公務員は人口問題全く興味がないみたいですから、まあ、対策はしないんじゃないのかなと思います。まあ、なので、我々の地方都市を、ね、もっとこう発展させていくためにも、まあ、独自の政策を作っていかないといけませんし、まあ、杉本修一講演会としても日本で一番、ね、こう子育てしやすいような、まあ、そういった街づくりをしていきたいかなと思います。まあ、特に子育てとか教育とかに力を入れていくことで、まあ、都会からも、ね、この人の流れが、できるんじゃないのかなと思います。まあ、東京とかに住んでる人にとっては、まあ、豊かな自然が残っていて、教育レベルの高い地方都市、魅力的に、ね、移っていると考えられますので、まあ、ということは他の都道府県との差別化を持って、もっと魅力的な街づくりを全面的に押し出していくべきかなとは思います。まあ、特に経済を成長させるためには、まあ、イノベーションを起こすことが、ね、絶対に必要不可欠だと思いますし、まあ、イノベーションを起こすためにも、まあ、優秀な人材は絶対に必要なので、まあ、人材は非常に重要な、ね、キーポイントになるのかなとは思います。まあ、落選中ではありますけれども、まだまだ、政治活動だけではなくて、ソーシャル歩いてこれれば、歩いてこようかなと思っております。まあ、平日はちょっと時間が取れにくいので、週末頑張ってね、朝一の活動も続けていこうかなと思っております。よろしくお願いします。さあ、じゃあ、今12分、逆光でね、すごい暑くて見にくいんですけど、今12分10秒ぐらいかな。やりたいことをやって、やりたいとこに行って、悔いのない人生をね、こう送っていきたいなと思います。
います。お金がなくてできないっていうのは悲しいですよね。だからやりたい人生にするためにも投資はまだまだ勉強していこうと思いますし、資産を増やしていけるように、インベストメントの方もトライしていこうかなと思います。ということで、一旦これで、ね、終了します、お疲れ様でした。All right guys, this is Saturday morning in Japan. My political activity and political speech. Thank you for watching. Stay tuned. See you there. やら、よろ。バイ。またね。行ってきます。